節は秋。秋といえば芸術の秋。みんなは芸術の秋知ってる？どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。こう見えて僕アート好きなんだよニャ。将来は現代アート作品に囲まれて暮らしたいと思ってるニャン。今日はそんなクールなアーティストに関するニュースだニャン。匿名のアーティストバンクシーが作品を展示したショールームを自らオープンしました。その背景には商標権をめぐる争いがありました。ロンドン郊外の街角に突然このような長い行列が現れました。で、この行列の先にあるのがバンクシーの作品を展示しているショールームなんです。 It's really cool to see it live and accessible for everybody who's walking by. So no, it's a great experience. The other company that was trying to sell his stuff, I think it's a great idea to have this as a solution. Yeah.1日に突如オープンしたショールームには絵画のほか作品をあしらった T シャツなどが展示されています。バンクシーは自らショップと謳っていますが、作品やグッズは店頭では買えず、インターネットの購入サイトも準備中のままになっています。バンクシーによりますと、別の会社がバンクシーの名前を使い商品を売ろうとしたのを防ぐためにオープンしたということで、自身の作品を無許可で販売する業者などへの抗議の意味が込められているとみられます。やっぱり人気なんだにゃバンクシー。作品は店頭で買えないって言うけどきっと高いんだろうにゃ。ところでバンクシーって知ってる？オークションではその作品が1億円を超えることもあるというイギリス出身のアーティストだにゃ。神出鬼没で世界のあちこちで作品を描いてるんだけど、素性は謎に包まれていて、どんな人物なのかは明らかになってないらしいにゃ。公共の場に知らないうちに作品が描かれていることが多くて、発見された時にバンクシー本人のものかを見分けることが難しいんだにゃ。日本では1月に東京の港区の防潮扉でネズミの絵が見つかって本物かどうかが話題になったんだにゃ。その後各地でバンクシー風の絵が次々に発見されたりもしたにゃ。一方で作品はスプレーを使った落書きなので違法行為だとして扱いに困ったところもあるみたいだにゃ。謎に包まれたアーティストバンクシー、マスクをかぶった謎の猫マスクにゃん、にゃんだか他人の気がしないにゃ。今日も見てくれてありがとにゃん。チャンネル登録よろしくにゃん。